ヘンリク・ハムレット・ムヒタリアンは、アルメニア・ソビエト社会主義共和国、エレバン出身のサッカー選手。セリエ A スローマ所属、アルメニア代表。ポジションはミッドフィールダーだが、フォワードや、セカンドトップ気味のトップ下を務めることができる。また、センターハーフとしてもプレーできることから、ペースやスキル、 強力なシュートを武器に得点を量産する姿に、元スコットランド代表のパットネビンに、フランク・ランパードと比較された。FC ピュニック・エレバンの下部組織を経て、同クラブのトップチーム、メタルルフ・ドネツク、FC シャフタール・ドネツクでプレー2009年から合計5回アルメニア年間、最優秀選手賞を受賞した。2011から12シーズンに、 ウクライナプレミアリーグ特典王でチームの優勝に貢献したことでファンからチームの最優秀選手に選出されるだけにとどまらずウクライナプレミアリーグ年間最優秀選手賞にも輝いた。またその活躍に2012年にはヨーロピアンフットボールイヤーブック2012から13で UEFA のトップ100として紹介されアルメニア人選手として 初の CIS 年間最優秀選手賞を受賞した。同賞は2013年に再度選出されている。アルメニア代表としては史上最多得点となる25得点を記録している。日本のメディアではヘンリク・ミキタリアンと紹介するスポーツメディアもあり、キッカーの日本語版サイトなどでは同様の紹介がなされている。 1989年1月22日にアルメニアソビエト社会主義共和国の首都エレバンで生まれる。かつて FC アララトエレバンで活躍し、アルメニア代表でのプレー経験があるハムレットを父に持つが、ムヒタリアンが7歳の時にハムレットは脳腫瘍のために33歳で成去している。また、母マリナはアルメニアサッカー連盟の代表チーム部門でスタッフを 勤め、姉モニカは UEFA の本部で働いている。ムヒタリアンが生まれてから数ヶ月後、父がリーグドゥのエースをバランスでプレーすることに伴い、幼少期をフランスで過ごすことになる。1995年にエレバンへ帰国した後は、地元の学校を卒業し、サンクトペテルブルクエレバン校で経済学を学ぶ。その後、弁護士の勉強を計画している。 ジェネリーヌ・ジダンがアイドルであり、ジダンのプレーにインスピレーションを受けている。母国語であるアルメニア語のほか英語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、ドイツ語の6カ国を操る。1995年にフランスから帰国した後は、生まれ故郷の FC ピュニクエレバンの下部組織に入団する。15歳の若さで給与を受け取ると、周囲の期待は大きく。 サンパウロ FC への数ヶ月の練習参加を経て、ピュニクエレバンのトップチームに昇格を果たし、2006年の17歳の時にプロデビューを飾った。以来、在籍3年半でリーグ戦70試合30得点含む公式戦89試合35得点を記録し、アルメニアプレミアリーグ3連覇、アルメニアスーパーカップ2回獲得に貢献しており、 最後のシーズンとなった2009年シーズンでの得点力にアルメニア代表と同クラブの双方を率いるバルダン・ミナシアン監督からより大きなリーグでの飛躍を期待された。そして同シーズンのプレーによってシーズン途中で移籍することになった。メタルルフ・ドネツクでのムヒタリアン2009年6月20日にメタルルフ・ドネツクと3年契約を締結する。 7月16日に UEFA ヨーロッパリーグ2009から10の FC、パルチザンミンスク戦で公式戦初出場を呼び、初得点、19日の FC ドニップロ戦で、ウクライナプレミアリーグ初出場、26日の FC、カルパティリビュー戦でリーグ初得点を挙げ、以降、リーグ戦29試合9得点を含む、公式戦38試合14得点を記録した。 翌2010から11シーズンは、2010年7月14日に、クラブ史上最年少の21歳で首相に就任し、重要な役割を担うことになったが、8月30日のドニュプロ戦が、最後の試合となった。メタルルフでの2期目で8試合3得点を挙げ、リーグ戦、通算37試合12得点を含む、公式戦46試合17得点とした。 2010から11シーズンムヒタリアン2010年8月30日、メタルルフと同じくドネツクを本拠地とする FC シャフタールドネツクと5年契約を締結する。移籍金は一部で600万ユーロとも伝えられているが、シャフタールの公式サイト上で750万ユーロと発表された。9月10日の FC オボロンキエフ戦で初出場。 本拠地での最初の試合となった19日の SC タフリやシンフェロポリー戦で初得点、それから3日後のウクライナカップでの FC クリブバス、クリビーリフ戦で2得点目を記録。25日の FC メタリストハルキュー戦では決勝点を挙げた。28日の UEFA チャンピオンズリーグ2010から11での SC ブラガ戦が UEFA チャンピオンズリーグ初試合だった。2011年5月26日の FC、ディナモキエフとのカップ戦決勝において、ジャジソンに代わって81分から出場し、優勝に貢献。同シーズンは、トップ下のジャジソンの存在に加え、センターハーフを務めるフェルナンジーニョの負傷離脱から、トップ下やセンターハーフの控えとして起用され、 リーグ戦とカップ戦優勝を経験した。2011から12シーズン FC シャフタールドネツクでのムヒタリアン2011から12シーズンはリーグ戦とカップ戦の2冠を2シーズン連続で達成した。シーズン途中に家庭の事情でジャジソンが移籍するとミルチェアルチェスク監督の指向する4から2から3から 一のフォーメーションにおいて、一トップを務めるルイス・アドリアーノのトップ下に、専念しており、2011年7月11日の、オボロン・キエフ戦でのシーズン初得点を皮切りに、3月4日の、ドニュプロ戦での同点ゴール、4月11日の FC、メタルルフ・ザポリージャとの国内カップ戦。 での決勝点といった重要な場面でも得点を挙げ、リーグ戦28試合10得点を含む、公式戦36試合11得点を記録する、活躍から、クラブの公式サイト上で行われたファンの、オンライン投票で総投票数の、約38%の支持を集めて、チームの年間最優秀選手賞を受賞した。二千十二から十三シーズン二千十二から十三 シーズン、フルスメタルルフとのウクライナスーパーカップを2から0で、セースと、昨季に引き続き、トップ下のレギュラーとして起用されたムヒタリアンは、開幕戦の FC アルセナルキエフ戦で2得点に、アシストを決める好調なスタートを切っており、8月10日の FC チョルノモーレツオデッサ戦。では、ハットトリックを達成して6試合10得点という、得点力を見せ、サイドのウィリアンや、 アレックス・テイ・シェーララと共に開幕戦から10月までの12試合で12、連勝と勢いに乗るチームの攻撃を牽引。UEFA チャンピオンズリーグ2012から13においては、9月19日の、デンマークスーペルリーガイーフ FC のアシェラン相手に、CL 初得点を含む2得点を挙げて、マイン・オブ・ザ・マッチ、そして、同大会の週間最優秀チームにも選出された。 2013年3月16日のオデッサ戦でリーグ通算100試合を達成した。2013年5月11日の SC タフリア、シンフェロポリー戦でリーグ戦23得点目、24得点目を挙げ、クラブ史上となる1シーズンでの最多得点記録を樹立した。最終的に攻撃的ミッドフィルダーながら25得点で得点王に輝き、 その技術と献身性は称賛された。2013から14シーズンシャフタールでの活躍が認められ、リバプール FC 等が獲得に動き、そのうちの一つ、ドイツブンデスリーガのボルシアドルトムントから2013年6月25日に移籍金2500万ユーロが提示された。当初、シャフタールの最高経営責任者は3000万ユーロを望んでいたが、 その一方で遺跡を想定して SC インテルマシオナルから遺跡金1500万ユーロでフレッジを獲得しており、そして7月5日にはドルトムントのメディカルチェックを受け8日に4年契約で同クラブへの遺跡が決定した。背番号は前シーズンにマリオ・ゲッツェが着ていた10番になった。なお、推定遺跡金2500万ユーロと報じられているが、 遺跡が決定した翌日にシャフタールの公式サイト上において遺跡金は2750万ユーロと記載され、これはシャフタール史上最高額だった。2013年7月10日、2013から14、シーズン前に行われたザンクトヤコブパルクでの FC、バーゼルとの親善試合で初出場を飾ると、マルコロイスへのアシストと、 自身初得点を記録する好調なスタートを切ったが、別の親善試合において負傷したことで、DFL スーパーカップは欠場している。3週間の負傷離脱を経て、8月18日に、ベストファーレンシュタディオンで行われたリーグ戦、第2節のアイントラハとブラウニシュバイク戦が、公式戦初出場、9月1日のアイントラハと、 フランクフルト戦で公式戦初得点を含む2得点を挙げた。UEFA チャンピオンズリーグ2013から14の敵地でのアーセナル FC 戦においても得点した。リーグ戦9得点10アシストでシーズンを終了し、一定の数字を記録して、リーグ戦と DFB ポカール準優勝に貢献する。しかし、レアルマドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝。 第2戦においては、ロイスからのパスを、ゴール目前にもらうも、決定機を外してしまい、チームは2試合合合計2から3で敗退した。2014から15シーズン2014から15シーズン最初の公式戦であるバイエルン・ミュンヘンとのスーパーカップにおいて、シーズン初得点を挙げて、優勝を成し遂げる。最高のスタートを切ったものの、9月と12月に、 負傷で約1ヶ月離脱したことや、かつてクラブで活躍した、香川真司の復帰に伴う不慣れなサイドハーフでの起用も影響し、リーグ戦で得点に絡めない状況が続き、チーム低迷の一員とみられ、遺跡金の高さも相まって批判された。12月の負傷から復帰後しばらくは途中出場が続いていたが、2月18日に先発復帰した。 シャルケレイオンとのルールダービーでシーズン初得点を挙げると4月18日の SC パーダーボルーン07戦で1得点1アシスト5月9日のヘルタベルリン戦では全得点に絡むにアシストを決めた2015から16シーズン2015から16シーズンはトーマス・トゥヘル監督になりシステムも4から3から3に変わって右ウィングとしてプレー。 2016年7月2日、ドルトムントのハンス・ヨアヒム・バッケ会長は、ムヒタリアンのマンチェスター・ユナイテッド遺跡について、ライカに契約満了で放出することを避けるためには、いた方ないことだと述べた。それから4日後に4年間の契約を結び、遺跡金額は2700万から3000万ポンドと報じられ、契約には1年間の延長オプションがついた。 背番号は22番。2016から17シーズン2016年7月15日に行われ2から0で勝利したプレシーズンマッチのウィガンアスレティック戦でユナイテッドデビューを飾り8月7日に行われた FA コミュニティシールドのレスターシティ戦で公式戦デビューを果たした8月14日に行われたボーンマス戦に 不安またと75分から交代で出場し、プレミアリーグでプレイした初めてのアルメニア人選手となった。9月10日に行われたマンチェスターダービーにおいて初めてスターティングメンバーに名を連ねたが、ハームタイムに交代となった。UEFA ヨーロッパリーグ2016から17、決勝ではゴールを決め、チームの優勝に貢献した。 2017から18シーズン開幕戦のウエストハムユナイテッド FC 戦と第2節のスウォンジーシティ戦では2試合で4アシストの活躍を見せた。2017から18シーズン2018年1月22日、アレクシス・サンチェスとのトレードでアーセナル FC への移籍が決定。背番号はアレクシス・サンチェスが着用していた7番。かつて、 トマス・ロシツキーやロベール・ピレスが着用していた番号でもある。2018から19シーズン2018から19シーズンの UEFA ヨーロッパリーグの決勝に進出したが、ムヒタリアンの母国アルメニアと決勝戦の開催地アゼルバイジャンは国交を断絶していることから、ムヒタリアンはチームに帯同せず決勝戦を欠場した。2019年9月2日。 エースローマに1年間のローンで移籍した。ローン量は300万ユーロで、最大10万ユーロのボーナスが付随している。9月15日、セリエ第4節のサスオーロ戦で、移籍後初出場を果たすと、この試合で移籍後初ゴールを挙げた。2020年8月31日、所属元のアーセナルとの契約解消に合意し、ローマに完全移籍したことが発表された。 同シーズンは、リーグ3位体となる10アシストを決めて、チームに貢献した。アルメニア代表として、各年代で、代表招集を受け、2007年1月14日に、パナマとの親善試合で A 代表デビューを果たした。以来、定期的に招集され、2009年3月28日の、エストニア戦で代表初得点を挙げ、UEFA ユーロ2012予選のグループ B では、 チーム最多の6得点を挙げたように、チームの得点源としても活躍しており、2013年10月15日の2014、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選でのイタリア戦線において、アルトゥールペトロシアンを抜き代表史上最多、得点記録となる12得点目を記録した。同予選では、首相を務めているロマンベレゾフスキーの負傷による、不在だった2013年9月10日の、 デンマーク戦の際に代理を務めている。2014年5月27日のアラブ、主長国連邦戦で2得点を挙げた。出展、出展、国際 A マッチ59試合19得点出展。ありがとうございます。